ちょっとおぐい女子です。今日はバンコクマリオットホテルザ・スラウォンクラブラウンジの様子をご紹介させていただきます。ご覧のように青い壁がねややパンチがありつつすごく素敵なインテリア、そしてねすごい広いの、さらにね眺めも最高。クラブラウンジにはテラス席もあります。昼間はねやっぱりちょっと暑いんですけれども、風はね気持ちよくて、そして眺めも最高。こちらのクラブラウンジは24時間オープンしてます。ドリンクや軽食のサービスがあるのは朝の6時から夜の9時まで、朝食は午前6時から午前10時半まで、週末は、11時までになります。イブニングカクテルは午後5時半から7時半まで、ドリンクとスナックは6時から21時までいつでも利用できます。午前6時から夜の9時まで利用できる軽食と飲み物はこちら、ビールティーとバターフライピー with ハニーレモン。スナックはこちら、ドライフルーツとクッキー、それから豆が入ったせんべいみたいなやつと、ポテトチップスと、なんかさつまいものなんか芋けんぴのスライスみたいなやつ。あとはサンドイッチ、ソフトドリンク、ソーダ、ペプシー、あとはフルーツジュースなど。コーヒーマシンもあるので、コーヒーメニューもいろいろ作れます。これはね、アイスラテを作ってるんですけれども、このね、マリオットのカップが、なんか何気に可愛い。お部屋にお飲み物はテイクアウトしてないんですけれども、こちらのカップがあるので多分ねお部屋に持って帰ってもいいよっていうことだと思います。こちらのラウンジが大きく3つのエリアに分かれてるんですけれども、本当ねお席によってこのインテリアのテイストも微妙に違って、どこに座ろうかなっていうのをね毎回迷う。あとはなんか景色もいろんな方向を見れるので、そのね景色、どんな景色見たいかで席も選べます。この日のサンドイッチはツナサンド、翌日はねハムチーズでした。そして左側のねポテトチップスはこのラウンジでも出てくるんだけど、ルーフトップバー後で紹介しますが、そちらでも出てきました。このねスナックでさえラウンジでいただくとすごいねおしゃれな感じ。夕方になって西日が差してくるとこんな感じです。午後5時半から7時半までのイブニングカクテル。さっきのね、軽食が置かれてた場所だけ見たら、あれ?なんかイブニングカクテルないのかなって思ったんですけど、その横に扉があって、イブニングカクテルと朝食の時間になると、その横の扉が開いて、もっとね、エリアが広くなります。見た目も可愛らしいスイーツ。この手前のね、ピンクっぽいとか紫っぽいケーキは何だろう?マハナコーン行った時に、隣に座ってた人もこの色のケーキ食べてました。私が興味ないので聞いてこなかった。パッションフルーツ、スイカ、ドラゴンフルーツ、この左の赤いのもドラゴンフルーツなのかな。サラダのコーナー、コールドミートとピクルス、チーズ、デリっぽいサラダ。こちらのコーナーではパッタイをね2種類常時作ってくれています。パッタイはね、チキンとシュリンプ。彩りが綺麗でね、ほんとこれを見ただけでもう、うわーってなるんだけど、この何?パッタイの具材が置いてあるだけで、なんでこんなにね、なんかうわーってなるんだろうね。まだまだ温かいお料理あります。一番左側が野菜のオイスターソース炒め、真ん中がね、タケノコとシーフードの炒め物。一番右側がフィッシュケーキでなんかさつま揚げっぽかった。左側がスイートポテトスープ、右側が卵とチキンの、スイートブラウンスープ。パン。カクテルタイムなのでアルコールもあります。アルコールは全くわからなくて解説ができないのでご覧ください。こんな感じです。ビールとワインとカクテルいろいろ。というわけで、マハナコーンを見ながらお食事をいただきたいと思います。
彩りが良くてめっちゃ美味しそうでしょ。このね、個人的にはね、パッタイがね、1個ガパオライスだと良かった。左が野菜のオイスターソース炒め、ブロッコリーとカリフラワーとヤングコーン、どれもね、こう食感がこう何しっかりはっきりあるお野菜なので、この食感を楽しみつつ、オイスターソースはね、ちゃんとオイスターの味がするんだけども、こうしょっぱすぎなくて、ちょっとね、全体的には優しい感じな野菜炒め。右側がタケノコとシーフードの炒め物、これシーフード入ってたかな、あんまり記憶にない、アジアン醤油っぽいテイスト。サラダは葉っぱでバルサミコドレッシングかけてからね、あ、違うのにすればよかったって思った。そしてコーンとね、枝豆のサラダ。そして手前のね、真ん中ら辺にある、なんかかまぼこみたいな形のやつがあるんですけど、これはね、結局ね、何だったのかよくわからなかった。卵とチキンのスイートブラウンソース。これもうさ、めっちゃ煮込まれてますっていう感じが、見るからに美味しそう。で、美味しそうなんだけど、色的に八角入ってるかなってちょっと迷いながら、よそった瞬間にね、八角が香った。日本のね、豚の角煮みたいな甘じょっぱい感じな味付け。八角が入ってなかったらね、めっちゃ良かった。チキンもね、すごい柔らかいし、この卵もね、味がしみしみ。そして、パッタイ。エビちゃんとチキンと両方持ってきました。これなんか味が微妙に違うのかなって思ったけど、多分ね、一緒だと思う。ちょっと甘めなパッタイ。どっちもね、美味しいよ。で、普段だったらエビ派なんだけれども、このチキンがね、すごい柔らかくて、今回はね、チキンに一票。そしてフィッシュケーキにはスイートチリソースがかかってて、ほんとね、なんかさつま揚げっぽい。おかわりを持ってきたら、パッタイとスイーツとパン、全部茶色系。パッタイはね、この具がたくさん入ってるのも、彩りがいいのも、ちょっと甘めな味付けなのも好き。味はね、日本で食べるパッタイと同じような味でした。スイーツとパン。パンはね、ロールパンと、奥のパンはなんだろう、ちょっと茶色っぽいパンで、どっちのパンもね、ふんわりしっとりっていうよりは、もうちょっと、なんていうのかな、ちょっと硬いって言うと言い過ぎなんだけど、やや硬めで、水分少なめな印象。そして、この、なんだっけ、スイーツは、キャラメルムースになってます。このね、ムースとクリームの間に、リアル、結構、粘度のあるキャラメルソースが入ってて、これがね、結構キャラメル感を強めている。すっごいね、甘いのかなと思ったらね、そうでもない。まあ、ただ、このキャラメルソースが結構たっぷりなので、それでこの甘さとキャラメル感は、かなり加わってます。お食事が終わる頃には、ラウンジもね、こんな感じで少し雰囲気が変わってきました。朝食はこちらです。パンがね、結構たくさん用意されてます。だいたいね、下のパラヤキッチンで、見てきたパンと同じような種類があります。こちらの手前のチョコマフィンが、あ、下にないのがある。一番ね、手前の列のやつが、下のパラヤキッチンにもあったんだけど、その奥、ちょっと奥の、もっと、茶色っぽいチョコマフィン、これはね、なかった。写真の撮り方が雑すぎてすみません。いや、結構ね、人がいっぱいいたので、もうさらっと撮影しましたが、サラダのコーナー、ソーセージ、それからグリル野菜。こちらはグリルド、多分ポークだった気がする、とジャスミンライス。夜にパッタイを作ってくれていたエリアで、朝は卵料理を作ってくれます。フルーツ。もうね、ビュッフェ続きすぎて、そんなに全然お腹空いてないので、このね、ヨーグルトとフルーツに癒されたい。このね、ヨーグルトが、右がイチゴのヨーグルト。これはね、普通にイチゴヨーグルト味。そして左がアロエがついてた気がする。で、持ってきたらね、なんか、ヨーグルトじゃない味がするぞって思って、何の味かなと思ったら、多分ね、マカデミアナッツ風味なヨーグルト。サラダのトッピングで枝豆とコーンがあるのが嬉しい。このね、枝豆とコーンのトッピングはパラヤキッチンにはなかった。メロンはね、全然甘くなかった。そして下にはなかった
茶色っぽいチョコレートマフィン、多分ねこういうのは好きだと思うと思って持ってきました。切ってみたらね、中もちゃんと茶色で、こっちの方がねチョコレートの味がはっきりしてて、こっちの方が好き。いかがでしたか？今日はバンコクマリオットホテルザ・スラウォンクラブラウンジの様子をご紹介させていただきました。このねパッタイが一番美味しかった。素敵な空間でゆったりできるので、あのね用もないけどラウンジに来たくなる感じ。こちらのねホテルも本当ね行ってほしい。ぜひ行ってみてね。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。